泉先生こんばんは。こんばんは。ついにこの日がやってまいりました。やってきてしまいました。はい、 M1 カップ予選当日です。特訓聴講、散々やりましたけど、はい、なかなか思い通りの聴感が得られず、はい、この日を迎えてしまいましたが、はい、はい、まああと8時間ぐらいすれば終わりますのでそうですね、うん、朝4時に受付開始、はい、そして、もろもろ手続きを済ませて、はい、5時半ぐらいかな、5時から説明、競技の説明開始します、はい、で5時半から当選開始。なるほど。で、3時間ハーフの合計6時間の勝負と、そういう流れですね。泣いても笑っても、うん、あと数時間後には全ての結果が出てますんで、はい、その結果どうなるかお楽しみに。はい。到着しました。お疲れした、集合時間の2時間前なんですけど、うん、もうすでに駐車場いっぱいですね。みんな気合入ってます。うん、着替えてコマセを作って、はい、やることいっぱいですよ。そうですね、うん、これからコマセを作ったり、はい、着替えたり、はい、準備を始めます。はい。今なぜこの動画を回しているかと言いますと、今私、伊豆半島の、南伊豆入間の港に来ております。詳細は後ほどまたお伝えしますが、ここで、ジャージーさんを待ちたいと思います。本来はですね、4時受付ということでいたんですけれども、なぜかジャージーさんがですね3時集合だとって言ってたんですね。で、そんなに早いって一応入れたんですが、そうなんですよって言うんですよ。それでですね、そんな、じゃあめっちゃ早く行くんじゃんと思って、それはじゃあ俺も急がなきゃいけないなと思って、急いで家を出てですね、入間の方に向かってきたんですが、なんとジャージさんまだ到着していないというところでですね、これからジャージさんが到着するのを待ちたいと思っている次第でございます。3ヶ月に及ぶですね、プチドッキリを、ジャージさんに仕掛けております。この後どうなるか、皆さんお楽しみにしてください。それでは泉先生、おはようございます。おはようございます。突撃隣の晩御飯のお時間でございます今日はお手伝いいただきありがとうございます。ご協力いただきまして。3ヶ月間、黙ってましたが、実は、M1 カップ、私もエントリーしてまして、今日までジャージーさんに黙っておりました。もう本当にびっくりしました。多分、どぎも抜かすと思いますよ。どうですか、ジャージーさん気づいてないようですか？いや、もう気づくどころか。うん、もう何度も、通りかかりましたけど、全く。だって指にも思ってないですからね、つぼ検証がいるなんてことは。そうですか。はい、よし、うまくいってますね。うまくいってます、ね。じゃあ最後の、ドッキリ種明かしということで、はい、この後ですね、泉先生にはジャージーさんを誘い出してもらって、はい、ちょっと、今の心境インタビューという形でですね、はい、動画を撮ってもらうと。で、その間にですね、私がこっそり後ろから来てですね、種明かししたいと思いますので、わかりました。協力の方お願いします。はい、じゃあちょっと呼んできますね。はい。他は全部真っ暗なんですけど、うん、ここだけ唯一明るいので、そうだね、なんとかこの場所にちょっと無理言って連れてきたいと思いますので、うんうん、はい、じゃあ僕は隠れてますので。わかりました。では清水先生よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ頑張ります。ちょっとお待ちください。行きます。はい。おはようございます。おはようございます。始まりますよ。始まっちゃいますね。はい、はい、大丈夫なんですか？なんでこのお手洗いの前で動画を撮るんですか？いや、何も映ってないですよ。あ、そうですか。うん、ジャージーさんが出てきました。では私も突撃したいと思います。
行ってたのでちょっと無理やり臨場感あります。ありますありますあります。そうですか、はい、どうですか。はい、いいと思います。あの朝の、はい、もう動画を撮れるタイミングはないんですよ、はい、開会式始まっちゃうと、はい、多分インタビューもできないし、はい、あの要は動画を回してる様子は撮ることはできたとしても、はい、大々的にインタビューできないんで、なるほど、もう臨場感のあるインタビュー、ジャージさんのインタビュー撮れるのこのタイミングしかないと思ったのでちょっと無理やり臨場感あります。ありますありますあります。す、はい、どうですか。はい、いいと思います。ね、頑張りましょう。あれ、どうしました、どうしました。おはようございます、ジャージさん。嘘でしょ。ね、頑張りましょう。あれ、どうしました、どうしました。おはようございます、ジャージさん。嘘でしょ。嘘でしょ。おはようございます。おはようございます。本当にびっくりなんだけど。いや、びっくりした。実はですね、はい、3ヶ月にも及ぶ、はい、ドッキリを、考えておりましてですね。そうなんですか。はい、伊豆大島でね、私の方が M1 カップ出てくださいということでお話してましたけども、さすがに私も人に出ろって言っといて、はい、知らんぷりもできず、はい、まさか、はい、実は私もうわエントリーしております。うわすげえ。本当だ、はい、これ見しちゃいけないですよ。本当だ、はい、うわすげえ。ということで、いや、まさかまさか。実はですね、はい、2日ぐらい前に、はい、泉先生にですね、はい、連絡をして、はい、ジャージーさんには内緒で、はい、ジャージーさんの行動を、はい、教えてくれと、はい、いうことでですね、実はですね、連絡を取りながら、はい、ここまで来たと。そうなんですか、知ってたってこと。知らない知らない。いや、もうここはいいでしょ、うん、そうなんだ。そうなんです。だから3ヶ月間、うん、この間もね、一緒に伊豆半島の磯釣りをやりましたけども、はいはい、その間もですね、大会頑張ってねというところですね、ずっと隠し続けてですね、よく隠しましたね。今日まで来たわけでございます。いや、今ね、うん、なんか横目に坪健師匠のシルエットが見えたんだけど、うん、まさかないだろうと思って。幻聴だと思ったでしょ。幻聴だと思った。幻聴じゃん、幻覚だ。うん、幻覚だと思った。でね、夕方ね、はい、LINE で話した時も、はい、集合何時って聞いたら3時だって、はい、いやいや、受付4時なのにと。そんなに早いのって言ったら、いや、そうなんですって言うから、マジかと思って、もう慌てて家を出てですね。そうだ。違うのにって。違うのにって、でも本人気づいてないか、気づいてないのかもと思って。いつもだったら、いや、違うよって言えるけど、言えないから。立たせるのに。そう。だって4時じゃないのとも言えないでしょ。言えない言えない。なんで知ってんのってなっちゃうもんね。ね、出てる人しか知らないんだから。だから、やばいと思って慌てて家を出てですね。到着したらまさかの来てないと。まだついてないと。それはちょっと理由がありまして、あのインターを通り越しました。確かに24キロ無駄に走りました。富士インターまで行っちゃいました。もう何度来てんだ西、まあ、3ヶ月間ね、3ヶ月間とにかく黙って、もうこれが僕のですね、この3ヶ月のドッキリのですね、はい、ピークでございます。僕の目的はここで8割達成いたしました、はい、あとは仕掛ける方が大変だったんじゃないですか。大変だった。もうここポロって途中で会話で出ちゃうんじゃないかな。いや、びっくりした。ここ連れてくるのすごい大変でしたよ、ね、めちゃくちゃ渋ってましたからね。だからね、何かとね、いや、動画撮った方がいいんじゃないの、道中の動画撮った方がいいんじゃないのとか、うんうん、僕はですね、もう
片道3時間半かけてここまでドッキリをしに来てですね、はい、8割方僕の仕事はもう終わったので、あとはせっかくここまで来たんでついでに釣りをして帰ろうかなと。ありがとうございます。びっくりした、まあ、でも心強いんじゃないですか。本当に心強いです。もうなんかあわよくは同じ磯に乗りたい。それダメですね。それはダメですね。いつもと同じじゃないか。いつも通りじゃないか。まあね、お互い初めての大会、そうですね、に出場なので、はいはい、まあ結果はね、これだけの人数140人ですね。まあ楽しみながらですね。そうですね、はい、できれば目標としてはまあ規定の5匹だよね。そうですね、うん、はなんとか揃えてできればいいな、はい、この後受付が始まって、はい、もう多分ねバラバラになってしまうので、そうですね、あとはもう帰ってきてからの、お楽しみと、お楽しみと、はい、いうことになると思うんで、はい、もう準備もしなきゃいけないので、ね、この辺で、はい、私のドッキリ企画は大成功ということで大成功です。終わりました。大成功です。よかったです。本当に仕掛けた方が大変だから、ね、大変だった本当に。まあ準備して頑張りましょう、はい、じゃあでは後ほど、今抽選終わりました。13番です。13番ってことはどっち、どこエリア、福寿丸の2番線で入間だね。入間ですね。入間エリア、はい、入間エリアです。私は85番。おお、85番。どこエリアですか。中木エリア、竹丸で1番線に乗ります。別々の磯で今日は、はい、ラジコのないように、はい、悔いのないように精一杯やってきてください。じゃあというわけで頑張ります。頑張ります。後手の方が優先、よろしくお願いします。で皆さん、東京よりお疲れ様でございます。ただいまより競技説明の方をインストラクターよりお願いいたします。頑張りましょう。それでは行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。観戦始まってすぐ早速来ました。終わりです。あんだけ特訓チョーコ引っ張ったのに、はい、終わりました。で、実際大会当日の様子ってどんな感じだったんですか。ですね、はい、坪健師匠は、うん、中木エリアの勝尾島に上がって、はい、勝尾、はい、一矢報いたんですよ、うん、メジナも何匹か釣ってました。あ、すごい。はい、しかし私はなんとノーメジナという結果に終わりました。ノーメジナ。ノーメジナですか。ノーメジナです。まさかの、はい、このままじゃ終われないとかなんとかって言ってたじゃないですか、はい、できり諦めの悪いユジャージさんなので他の大会かなんかにエントリーでもしてるのかなと思ってました。実はですね、はい、まさに他の大会探してまして、はい、やっぱり、はい、もう本当にこのままじゃ終われないと思ったんででしょうね、はい、はい、他の大会探してまして、はい、そしたらですね、はい、なんとハヤブサカップが、うん、ずっと天候不良とかなんとかで、はい、延期になってて、はい、エントリーがまだ間に合ったので、あ、すごい、エントリーしました。はい、
だがしかし、え、なんと台風2号の影響で、はい、今年のハヤブサカップ、はい、東海地区予選、はい、中止ということになりました。ということは、2023年初めての釣り大会の挑戦、はい、これで終了ということになりました。あんなに特訓長子で引っ張ったのにもかかわらず、はい、ちょっとなんかあの応援していただいた視聴者の皆さんにちょっと一言あるんじゃないですか。応援してくださった視聴者の皆さん、誠に面目ございません。あのこれからも頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価コメントもお待ちしてます。では次の動画でお会いしましょう。またねー。